はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。じゃあ美咲さん、今日も美咲の部屋ということで、はい、今日はもう美咲さん、こうタートルネックに合う大人のポニーテールアレンジをちょっとやってみました。はい、しかもこう、ごめんなさいね、ここにボリュームが結構簡単にできたよね。めちゃくちゃ簡単です。めっちゃ簡単にできる方法で今日やってみたので、はい、まあ本当に大人ポニーテールのアレンジ方法になります。で、今日使ったのがボリューマイザーっていう、このなんていうんですかね、張り腰が出る、あ、これです。おっていう、この張り腰が出る、頭皮ケアとなんかボリュームアップができるっていう魔法の、まあ、トリートメントみたいな感じですね、をつけてボリュームアップしてみました。で、あとカールを、自動巻きカールですね、ラクルリン、ラクルリンカール、ラクルリンカール、こうボタンを押したらこうぐるぐる回るやつで、はい、結構巻き方、こうどっちに回せばいいかなって難しいと思うんですけど、これだったらボタン1個でくるくるっと回るんで、これとこれを使って、あといつものオイルですね、はい、を使って大人ポニーテールアレンジをちょっとやってみましたので、いつも悩んでた方、はい、ヘアアレンジボリュームとかね出ない方、この方法めちゃくちゃ使えると思うんで、よかったらやってみてください。はい、じゃあお願いします。はい、それでは動画スタート。ヘアボリューマイザーをつけます。ボリュームが欲しいところにつけていきます。手でしっかりとなじませます。張り腰が出てるのでふんわりとしやすくなってます。自動カールアイロンで巻いていきます。毛束を取って巻いていきます。耳後ろの部分も同様に巻いていきます。後ろの部分も同様に巻いていきます。反対側も同様に巻いていきます。こんな感じで巻き終わりました。シアオイルをつけていきます。全体的にしっかりと潤いが出るぐらいつけていきます。全体の髪の毛を後ろでまとめて、だいたい耳の延長線上でまとめて、それをだいたい 1.5 から2センチぐらい上に持ち上げると、トップにボリュームが出てきます。ボリュームが出てる状態になってます。次にヘアゴムをつけていきます。後ろで結んでいきます。サイドの耳上の部分を2箇所3ミリ束で少しだけボリュームを出します。こんな感じで仕上がりました。タートルネックに合う大人ポニーテールの出来上がりです。よかったら参考にしてみてください。